今回はグラビアアイドルの野海真奈さんをご紹介します。1996年6月24日生まれ、身長160センチ、3サイズが105、70、98、石川県出身、血液型は A 型。ずっとアイドルに憧れていたという野海さんは、2013年に地元の先輩に紹介してもらって地元のアイドルグループ、親指プリンセス第2期生として加入しました。当時17歳で本名で活動していました。加入から5年後の2018年に同グループは解散し、その後はグラビアアイドルとしての活動を開始します。2018年には竹書房から DVD デビューを果たし、以後定期的に DVD をリリースし、2023年までに14枚をリリースというわけで、主戦場はイメージ DVD というわけでした。2020年からは野海真奈美名義で活動を開始します。同年には週刊プレイボーイの企画、雨宿りしたい次世代下乳番付で西の前頭筆頭に選出され、2021年にはニュースポスト7にて変形水着が日本一似合うグラドル総選挙にて2位に選出されるなどの実績を残しています。そして2022年からはフリーランスとしての活動を開始し、インスタグラムでは積極的にコスプレ姿などを発信しています。デビュー当初は H カップあったバストも最近は I カップへ成長し、本人もびっくりしていると答えていましたが、その原因を実家で採れたジャガイモを一杯食べたからではないかと答えていました。セールスポイントは笑顔とふわふわいっぱい。趣味は仮面ライダーのベルト集めで、疫病の関係で家にいる時間が多くなった時は仮面ライダー専用の棚を作ってディスプレイして楽しんでいたそうです。そして好きな男性も仮面ライダー風画みたいな人で、笑顔が素敵というのが条件だそうです。将来の夢ははっきりとはないそうですが、グラビアアイドルとしての活動を続け、多くの人の癒しや楽しいになりたいと語っており、またテレビのバラエティ番組やドラマへの出演、そして大きなライブ会場でライブをしてみたいなど、いろいろとやりたいことはあるようですね。またグラビアアイドルとして活動しているからには紙の写真集を出すことが夢だとも語っていました。インスタのフォロワー数は45万人と、グラビアアイドルとしてはかなり多い野海さんの今後の活動に注目です。当チャンネルでは毎回話題のグラビアアイドルを取り上げていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。